間をいただきましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染症に関しまして2点報告をさせていただければと思います。1点目が休業要請について、2点目が補正予算の内容についてということでございます。まず休業要請についてでございます。大型連休を前に県をまたいだ人の移動というものを何としても阻止をしなければならない、そういう強い思いのもとにお手元に配っておりますが、2つの業種ですね、大きく申し上げますと、キャバレー、ナイトクラブ、スナックバー等の遊興施設と、それと麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等の遊戯施設、それに、そういう業種に対して、4月25日から5月6日までの休業要請を行うものでございます。これについて少し考え方を説明をさせていただきます。この資料の1の趣旨のところをご覧いただけますでしょうか。まず第1段落、現時点における本県の感染状況についての認識分析ということであります。本県でこれまで17例の感染者が確認をされておりますが、すべて県外での滞在歴がある方、そしてその接触者であるということ、今日一部の新聞で分析はされておりましたが、九州でもそのような事例というのは本県だけということで認識をしておるところであります。今後とも県外との往来に起因する感染を防止をしていく、そこは最大の課題であり、特にこの大型連休を前にした移動というものを徹底的にとどめる、そこは大変重要な課題である。大型連休を前に現時点でも県民の皆様、また県外の皆様にも要請をしておりましたが、強いメッセージでこれを取り組む必要があるということを考えていたところであります。その中で2番目にございますが、緊急事態宣言後の対応といたしまして、これまでもいろいろご質問をいただいておりました休業要請について、本県では考えていないということを申し上げました。その考え方をご説明をし、そしてどうして別の判断に至ったのかというところを今ご説明申し上げます。当初、緊急事態宣言16日に、非常に私どもは唐突感がございました。感染の人数というものが少なく抑えている状況の中で全国が対象になるというところ、どうしてそのような算段がなされたのかということで、総理の会見、さらには政府の対策本部の資料等も拝見をしたところでありますが、大きなポイントとしては都市部から地方への人の流れにより感染が拡大している状況がある、大型連休を前にこの移動を止める必要があるから緊急事態宣言を行うということでありました。従いまして本県としましても県外との往来というのを徹底的に自粛していただきたいという方針を出したところでありますが、休業要請に関しましては、この国の基本対処方針にも記載をされているところでありますが、感染者が少ない団体もあると、こういう団体においては実情を踏まえて知事が判断をするということになっております。その実情と申しますのが、少し読ませていただきますと、感染拡大防止を主眼としつつ、地域の感染状況や経済社会に与える影響等を踏まえて知事が判断するというものでありました。今第1段落のところで分析をいたしましたように、県外に由来するものが続いておりますが、県内での市中感染の状況には至っていないという判断、感染状況についての判断、それから経済への認識でありますが、大変厳しい状況が続いていると、外出の自粛、また接客を伴う飲食店への自粛ということをお願いをする中で、昨日もまた直接お話を伺ったところでありますが、大変厳しい状況が続いていると、その中でも、なんとか3つの密を避けながら、経営に努力をされているところがある、さらには一部の飲食店では、テイクアウトとかデリバリーとかですね、新しい取り組みをされている、そういう取り組みというのは必ずその収束の後にも生きるという思いのもとに、今この段階で休業要請をするというのは忍びないという思いと、もう一つは出口戦略の問題であります。ひとたび休業要請をして、一定の収束が見たときに、それを解除したとき、そのときに、さらなる感染のリスクというものを増しかねないのではないかというところを考えたわけであります。北海道は緊急事態宣言が決定なされました。で、ある程度抑えてきたわけですが、
その解除後に今また第2波が来ているという状況がございます。県民に対する厳しい行動変容の要請を行うこと、大変重要なことでありますが、その出口戦略、その解除した時の影響ということも十分見極める必要があると。従いまして、大変厳しい状況ではありますが、なんとかそういう厳しい状況の中で、休業要請をしないままで経済を回していく、そして早期の収束、早期の経済の復興の立ち上げを支援していきたい、そういう判断のもとに、休業要請はしないということをこれまで申し上げてきたところであります。ただ一方では、今後の感染拡大への警戒からもっとやはり厳しい対応が必要ではないかという方の不安というものもあったということ、それから地域経済、飲食店等の皆様におかれましてはですね、さまざまな自粛はなされる中で、実質的にもう休業しているような状況、自主的な休業もありますし、そのような状態に対しては県として休業要請をしてしっかりそれを支援するとしてもらった方が望ましいというような強い要請もいただいたところであります。私自身としてはなんとかこう経済を守って早くその復興に結びつけていきたいという意味での休業要請をしないという判断をしたところでありますが、それがこのような形で捉えられてしまったということは大変残念に思っておるところでありますが、県民の皆様には申し訳なく思っております。その私の真意というものをしっかりお伝えすることができなかった、またお伝えしたとしても県民の皆様が求めていることとは、そこにズレがあったのではないかということで、大いに今反省をしているところであります。これがまずこれまでの判断についてはこのような考え方で進めてきたということを申し上げました。そして今回判断を変えた根拠といいますのは、先ほど言いますように今我々が求められておりますのは県外からの移動というものを防いでいく、全国で休業要請が進む中で休業要請がされていない県に、例えばパチンコなど県をまたいで人の動きが生じていると、首都圏関西などでもそういう報告がなされたところでありますし、私のところまた県の方にもですね、実際にそういう動きがあるのではないかと県民の皆様からの不安、またご指摘をいただいたところであります。これをなんとか止める必要があるということを考えていた状況の中で、特に九州各県の中で休業要請が進み、近隣3県で休業要請が設定をされた、そうしますとこの第3段落のところになりますが、県をまたいでですね、人の移動の誘因になりかねない状況に今県が直面をしている、これは何としても阻止をしなくてはならないという思いのもとに、この遊興施設、遊戯施設について休業施設をお願い、休業要請を行うものであります。これらの施設は地域経済において重要な役割を果たしていただいている、県民生活を豊かにする、潤いをもたらす大変重要な役割を果たしていただいている施設に関してですね、休業要請を行うというのは本当に断腸の思いでありますが、ここまで県民の皆様のご協力、自粛等のご協力によりですね、なんとか本県では12日以降はですね、新たな発生が見られない、ここから県民の皆様のそういう協力に感謝を申し上げているところでありますが、この県外からの流れというものを許してしまって、その県民の皆様の努力を台無しにすることは決してあってはならないという思いのもとに、自主的な要請、県外の皆様の要請だけではなしに、こういう優位に なってしまいがちな施設というものを休業していただくことによって外からの流れというものを止めるんだ、そのためのご協力をお願いしたいということであります。これに関しての協力金については支給の方向で今検討しておりますが、ただこの後説明をします補正予算の中でもそれを前提に議論しておったわけではありませんので、まだ設計ができておらないところであります。そこについての関心も大変高いということは受け止めておるところでありますが、週明け対策本部会議を開催を予定しておりますので、その中でしっかりとお示しできるように準備を、早急に準備をしていきたいというふうに考えております。今回のポイント整理をしますと、こちらのパネルの方に用意をしたところでありますが、今県民の命健康を守るために本県で感染拡大防止を徹底するのは県外からの感染をストップすることだと、そういう強い思いのもとに、外出の自粛、それから
往来の自粛というものをお願いしてきたわけでありますが、それに加えてこの休業要請についてぜひともご協力をお願いしたいというふうに考えております。今なんとか抑え込みつつある状況の中で、さらなる感染拡大の防止を防ぎ、そして早期の収束をですね、実現していくためには、この大型連休における県民の皆様の協力、事業者の皆様の協力というのは大変重要になってくるという認識のもともお願いでございます。伏してお願い申し上げるものであります。でこの大型連休を考えたときに、こういった誘因となる施設についての休業要請というのが一つございますが、今一つテーマとして本県が直面しておりますが、サーフィン、大変サーフィンの環境が恵まれているということで、県外からも多くの方が来られているのではないかというご指摘もいただいておるところであります。これは日本サーフィン連盟、また県のサーフィン連盟とも連携をしながら、しっかりとそこは自粛を要請をし、また地元の市においても看板を設置するなどの取り組みもしております。大変心配される要素であろうかというふうに思っておりますが、ここはぜひそういう地元の市長とも連携をしながらですね、サーフィンによる人の誘引ということにならないような呼びかけというのを県も、すでにホームページ等で掲載をしておりますが、取り組んでいきたいというふうに考えております。休業要請に関しましては以上でございます。説明はこのままよろしいでしょうか、補正予算。はい、補正予算の関係、経済対策についてご説明申し上げます。まず資料1をご覧いただけますでしょうか。今回取りまとめた緊急経済対策でありますが、冗談中ほどにございますように、3つの視点、県民の命と健康を守るという対策、それから県内経済の実情を踏まえた効果的な施策、そして感染拡大収束に応じた機動的な対応ということを基本としまして、下段にありますというような4つの柱で整備をし、予算を編成をしたところであります。特にこの中でも上の2つ、1、感染拡大防止策と医療体制の整備、2、雇用維持と事業継続のための支援強化、セーフティーネット、ここを重点に行いながらも、3の官民を挙げた経済活動の復興活性化、さらには将来を見据えた取り組みについても盛り込んだところであります。で資料に A3 の資料を開いていただきますと、全体の予算規模でありますが、90億79万3 7000円というふうになっております。補正後の予算額は6217億4ということで、数字を整理しております。この90億の規模感でありますが、例えば昨年の6月補正は、知事選後の肉付けの補正予算でありましたが、97億ということであります。そういった肉付けの補正とも、ほぼ同じような規模というところで、見ていただければというふうに思います。資料2には個別のこの対策について4つの柱に沿って整理をしておるところでありますが、その主なものにつきましては、資料3、A4 予報の資料によりまして、ざっと考え方、また取り組みの内容につきまして、主なものをご説明を申し上げます。今回の4月補正予算でございますが、一番上のところにありますように、県民の命と健康、暮らしを守る、そして安全安心に万全を期するということでの90億ということであります。感染拡大防止や雇用維持と事業継続の支援など、緊急的に対応を図っていきたいというふうに考えております。そして2つの丸が、またこれも重要でありますが、引き続き本県の実情、また経済の状況等を踏まえながら、安心、安全安心、それから地域経済維持活性化に向けた予算対応も含めて対策を打っていくということであります。今回この緊急経済対策の具体策を、お示しするのが県が遅いではないか、いろんなご指摘をいただいているところは真摯に受け止めたいというふうに考えておりますが、左下をご覧いただけますと、今回の4月補正予算以外の取り組みということで、すでにさまざまなものを行っております。私の内部で議論するのは1のや2のや3のや4のやということを申し上げておりますが、今回この新型コロナウイルス対策が長期化することに伴い、例えば通常の自然災害であれば、自然災害が終わった後の対策ということが一つの柱になるわけですが、ただこれがずっと継続している状況の中で、できる各部門をこれまでも取り組んできた、私のイメージとしては今回が3のや4のやぐらいのイメージであるわけでありますが、
簡単に触れますと、元年度の規定予算の中でもマスク消毒液の供給でありますとか、PCR 検査の機材の充実等もやってまいりましたし、直接経済に結びつくものであれば、中小企業の融資制度のコロナ対策のですね、これ創設、貸付も行っておるところでありますし、先月処分で行ったものとしては、生活福祉金の貸付の拡充ですとか、学校の臨時休業に伴うデイサービスの利用支援の、支援なども行ってきたところでありますし、予算のそうですね、物品調達とか公共事業の早期発注というようなことでの経済の後押し、さらには地産地消による応援消費のようなことをそれぞれのタイミングでできる限りのことをということで取り組んできたところであります。で、今回の失礼しました、今回の内容をですね、4つの柱に沿って申し上げますと、1の柱、感染拡大防止策と医療体制の整備につきましては35億2千万ということであります。徹底して感染拡大を防止するとともに、医療機関等へ必要な資機材を供給するということでの県民の命と健康を守る取り組みでありますが、PCR 検査体制、現在96件までになっておりますが、それを倍増させる。さらには受け入れ病床につきまして、現在31から56まで目処をつけたという報告を申し上げました。これを231床まで確保を目指していくということであります。今日の夜、感染症対策協議会が開催をされて、私自身も出席をして、関係者の皆様にさらに協力を呼びかけていくこととしております。さらには人工呼吸器、ECMO、人工肺ですね、そういった必要な資機材の整備でありますとか、医療従事者の確保、院内感染対策、それから軽症者の宿泊施設につきましては、これは比較的全国でも早い段階で、ひまりそのご協力をいただく中で、今50床確保しておりますが、さらに300室を積み増していこうということ、昨日の医師会との健康官の中でも、この宮崎市だけではなしに、県北、県政等も含めて、県能も含めてですね、ご指摘をいただいているところでありまして、しっかりと、そういう声も踏まえながら、増床といいますか、確保を目指していきたいと。それからマスク消毒液等につきまして、福祉施設、学校、文化施設等へですね、県としてしっかりと調達をして配分をする、その仕組みを作っていきたいと思います。また特別支援学校における感染リスク軽減、これも大変重要だと思っております。スクールバスの中がですね、密にならないようスクールバスを増便をするとかですね、あと手洗いのところが自動で出るような水に今までなってなかったものがそういったものをつけるというようなことでの安全の確保ということにも取り組んでまいりたいと考えています。で、2の雇用維持と事業継続のための支援強化ということで47億2千万でございます。大変厳しい状況に直面している中小企業、小規模事業者、農林水産業者、公共交通事業者等ですね、それぞれ事業継続を支援をしていく、県民の暮らしを守っていくんだということで、そこにありますような、まずは資金繰りの支援ということで、制度融資の大幅な拡充で融資額の340億円を確保するということであります。これはリーマンショックの時と同規模ぐらいのものになるということでございます。また農業者、漁業者の経営維持安定を支援ということで、制度資金の臨時補給なども行ってまいります。そして、昨日も要望いただいたところであります、飲食業者など小規模事業者、さらには宿泊事業者の事業継続を何としてもサポートしていきたいという思いのもとに、特に経営が厳しい小規模事業者に対しまして、国が事業化給付金ということで200万、100万を用意したということであります。ただこれが実際に手元に届くまでにはかなり時間がかかるということでございますので、これはいろんな商工団体との調整をしながらですね、県独自の給付金20万円、これは速やかに、今5月の連休明けにも手元に現金が届くような仕組みということで、準備を進めてきたところであります。場合によっては県から人を送り出すなどしてですね、そういう事務負担等の軽減を図りながら、なんとしてもそのつなぎのためのですね、固定費等に当たるようなものをサポートしていきたいということでの、これ新たな、給付金であります。九州ではこういったようなものは福岡と熊本だけというふうに伺っております。ただ、各県随時いろんな対策を打っておりますので、あくまで現時点においてはということでありますが、県としてもそこをなんとか後押ししたいということでの踏み込んでの給付金、それから宿泊事業者における宿泊プラン造成を支援ということでありますが、通常、一定の収束は見た後に、宿泊の大キャンペーンも行っていく、それは用意しておるわけでありますが、一定の
割引を設定をして、ぜひ、誘客を進めていくということでありますが、そういう割引等の含めた宿泊プラン造成にあたってですね、もう 前倒しで資金を提供してということですね、まあ、後日清算をするということであります。今のこの2つともですね、とにかく手元に現金を急いで供給をしていきたいということでのお仕組みを作ってきた、これは消防団体、観光関係団体と調整をしながらですね、まあ、急いですぐにお手元に届けるようなところでの、まあ、準備を進めてきたところであります。先ほどからあります、こういった発表が遅かったではないかというお叱りというのは十分受け止めながらも、実践という面ではですね、スピード感を持って県民の皆様に安心を届けるようにですね、進めてまいりたいと考えております。から県民生活を支える取り組みということで、生活福祉貸付金等のですね、セーフティーネットということも大変重要でありますし、今学校の休業等があるわけでありますが、これを補充学習をしなければいけないということで、そのための講師を配置する、まあ、そういったようなところもやっておりますし、心のケアですね、これもますます重要になってくるというふうに思います。そういったところにも力を入れていくというのがこの大きな2のところであります。この2つのところを柱にしながらも、まあ、これから先を見据えながら3、4というところにも予算をつけたということで、まあ、地産地消の応援消費、いろいろ取り組んでおるところでありますが、先ほども申し上げました飲食業者がデリバリーと、まあ、新しい取り組みをされている、そして確実にそれが将来に、収束後の将来にもつながっていくという思いのもとにですね、その参入支援を行っていく、さらには情報提供をサポートをする、それからネットショッピングサイトでですね、県産品の消費拡大に取り組んでいきたいというようなものとかですね、県産の農畜水産物の消費拡大ということは、学校給食に、まあ、宮崎牛ということでここには出ておりますが、まあ、それ以外のもちろん魚にしてもいろんなものをですね、まあ、地産地消と合わせて、そういったところをですね、進めていきたいというふうに考えていますし、お届けキャンペーンというところはありますが、やはりこの大型連休の間、移動できない、帰省できない、そういう方にですね、まあ、宮崎の物産を送ろうといういろんな動きがあると思いますが、サイトをこれを開設をすることによってそれをまあ後押しするというようなところも進めていきたいと思っています。将来を見据えたということでありますが、ホテル宿泊事業者、将来のまあ一大旅行キャンペーンに備えてですね、今まだ十分ではない、まあ、衛生とか十分ではない、衛生対策は十分なわけですが、失礼しました。さらに衛生対策を強化をする、まあ、Wi-Fi ですとかネット環境とかですね、将来のその飛躍につながるのを今準備をしていこうというところをですね、サポートをする、さらには、県庁その定備会議システム、町内協力環境、まだまだ十分ではなかった部分をやることによって働き方改革にもつながっていくようなものということでの、サポートに取り組んでまいりたいというふうに思っています。はい、少し長くなりました。主な内容については以上であります。私からの説明を終わります。はい、感謝の委員さんということで、ご説明ありがとうございました。まず休業要請に関する質問を各社さんしてもらって、その後予算という流れにしたいと思います。よろしくお願いします。代表して質問させていただきます。はい、まず、我々から見ますと、まあ、急遽方針が変わったように見えるんですけれども、はい、そのいつから要請を出す方に向けた検討を、いつから検討を始めて実際決まったのはいつなんでしょうか。もう最終的な方針が決まったのはもう昨日であります。そのこの一両日中の全国における休業要請がパタパタッと進んできた、その状況の中で大変危機感を持ってですね、県としても先ほど申し上げましたような考え方の整理のもとにですね、休業要請を行っていく、まだまだそれぞれの団体に十分な事前のご説明がですね、今現在進行形でありますが、なんとかご理解を得ていただきたい、いきたいと考えております。業種の話なんですけれども、はい、対象業種をこの2業種とした理由、それから遊興施設に等がついているんですけれども、これはどういう意味かというのをそれぞれ説明してもらいますか。はい、これにつきましては、その趣旨の三段落目にありますような、この大型連休で県をまたいで人を誘引しかねない、まあ、それだけある意味魅力がある施設ではありますが、これまで県外からも多くのお客様を集めていたような、こういった遊興施設、遊戯施設ということでのこの2つの大きなカテゴリーであります。それぞれまだ等がついておりますが、具体的な
カテゴリーにつきましては今日中に整理をしてですね、お配りをするようにします。現在まだいろいろ調整中といいますか、根回しといいますか、相談をさせていただいているところですので、またどういう業種がどれだけの数があるかというところもですね、並行してよく整理をしている状況であります。まあ、そういうことも含めて、この等のところについては今日中に明らかにして提供させていただきます。ありがとうございます。もう一点、協力金の話がありましたけれども、今の時点で言えるかどうかですが、例えばいくらぐらいお支払いする考えがあるのか、いつ頃払うのか、そのあたりもしお考えがあればお願いできますか。そうですね、なかなかであります。まだ十分整理ができてないところであります。他県の状況を見る中というところもありますし、こういう中でなんとか協力をお願いしたいという、ある意味、協力に対する、奨励といいますか、そういうお金であるというふうに考えておりますので、この補正予算での経済対策ということで先ほど申し上げましたが、そういったところも見据えながら、じゃあどういう形での協力金をお願いするのかということはですね、よく整理をしていきたいというふうに考えております。私からは以上です。加瀬さんお願いします。はい、宮城新聞です。はい、給料制の開始時期が、25日からということなんですけれども、はい、ちょっと協力金がいくらぐらいになるのかというところが、分かる前に始まってしまう状況があるかと思うんですけれども、それを、例えば今日中に出していただくとかということは示していただくということは可能ですか。なかなかその財源なりスキームなりを整理するのは少し時間をいただきたいというふうに思っております。そこが明らかになる前にお願いをする形になりますが、あくまでそういうことでの協力をお願いしていくということですね、我々働きかけていきたいというふうに考えています。あともう一点すみません、休業制をしないという判断は22日まではされていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、で先ほどの理由で説明されていた出口をどうするかというのが難しいものだということで、今回は6日までという設定なんですけれども、その出口をどうするか難しいというところは6日までとしたことを、どう整理されていらっしゃるのか。はい、今回の緊急事態宣言、また我々が警戒すべきなのが、この大型連休中の県をまたいだ移動ということでありますので、まずはそこをストップするための休業要請であるということでの6日ということであります。この国全体として緊急事態宣言をどう考えていくのか、専門家会議においてもですね、その連休の状況を見ながら判断をし、また分析をして、情報を提供するというお話があったところでありますが、我々としても県内の実態を踏まえながら、また感染の状況を踏まえながら、そういう国の情報等も踏まえてですね、その後については判断するということになるかと思います。じゃあ可能性としては延期する可能性もあるというところなんでしょうか。全くそこは今の段階ではですね、もちろん選択肢としてはあり得ると、残念ながら感染もしくはそういったものがですね、本県のみならず、まだまだ全国でも拡大をしているというような状況があれば、そこでの改めてのお願いということもですね、これは国全体として、そしてその中で県としてということも想定としてはあり得るというふうに思っております。すみません、22日まで休業しないという判断だったと思うんですけど、昨日23日は最終的に、勤務決められる、決断されたという、一つターニングポイントというのは、やっぱりその近隣県が休業をしたというところなんでしょうか。近隣県もございますが、先ほど言いましたように、関東、関西におきまして、休業をしていないところも、人の動きが大変問題になっているという状況に、それから県民の皆様からもですね、県外ナンバーをなんとかして、県外からの往来をもっと止めるべきではないかと、パチンコ店とかサーフィンとかですね、そういったところで来てるんではないかというような、提案なり要望もいただいたところでありますので、そこをなんとかしなければならないという思いと、それから九州もこの近隣県の状況というところがあります。昨日のその、各種団体の要請とか、そういったところも影響しているんでしょうか。はい、それもございます。昨日の申し上げ、ここに書いてある通りでありますが、私の考えとしてはということで、先ほどもルール説明をいたしましたが、それが地域の皆様にとってはそういう思いではない、別のことを望んでおられたということを私も先ほど、真摯に受け止めたところ、昨日もですね、真摯に受け止めたところであり、
そこはそういう声も踏まえつつ、私として判断をしたということになります。もう一点だけですね、はい、今回協力金を支払う変更が方向で検討されているということなんですけれども、あの補正予算に入ってくる、給付金と重なる、対象が重なる、業者さんも出てくるかと、その辺はどういうおっしゃる通り、対象が重なるところがありますが、そこをどう整理するかというところを今、あのその数、それからボリューム、まあ、金額も含めてですね、今整理をしているところであります。です。はい。この判断の受給率についてお伺いいたします。はい。知事ご自身でその先ほどおっしゃっていた休業要請について県民の思いのズレというものがあったということをおっしゃってて、その部分に気づいたのはいつの段階だったのか。はい。休業要請につきまして、あの団体からは昨日という県としては受け止めたわけで、まあ、あの直接いただいたわけでありますが、団体がそんな思いというのは報道で、または市への要望という活動を通じて感じておったところであります。その、先んじて、判断を打って、施策を打っていけなかったというところは、どういうところがあったのでしょうか。やはり経済への影響というところの方が強く出てしまったという。私としましては、そのしないということで、経済を、まあ、将来も含めてでありますが、なんとか、守り、その将来に向けて活性化をできないかということを考えておったということであります。今後宮崎、感染状況を考えると、今宮崎は特段大きな問題に直面している状況ではないですが、これから、感染が広がっていく恐れも十分ある、はい、で今後いろんな対策を打っていく中で、今回の県民の思いのずれとか判断の難しさ、その、難しさという部分に直面した。それを今後のどういうふうに生かしていくかというところをお願いいたします。はい、ご指摘ありがとうございます。まあ、今、言葉尻で捉えるわけではありませんが、大きな問題がない状況ではないですね。感染が続いている状況ではない、感染経路は不明なものだとか、クラスターがあるわけではないというところは認識した上で、でも、昨日も医師会もご指摘がありましたように、本県の医療体制というのが都市部と比べると必ずしもですね、強力のものではない、弱い部分がある、すぐにでも逼迫しかねないという危機感を持つ中で、まあ、県外からの感染をストップするというのが今の課題だということであります。それで今のご指摘、ご質問でありますが、私として、まあ、こういうふうに考えてということで、まあ、知事メッセージを出したりとかですね、折に触れて知事としての、また県としての考え方を提供お示しをしてきましたが、伝わっていない部分、また県民の皆様の求めている部分とのズレというのが生じたというのは、真摯に反省をしながらですね、今後とも我々としての思い、考え方というのを適切にお伝えをするとともに、これまでもいろんな団体との意見交換を行ってまいりましたが、やはりそういう現場、それから皆様のですね、さまざまな地域、また団体の皆様の声を、これからも密に伺っていく、そして一緒になってさまざまな対策を進めていく、そこが大事であろうかというふうに思っています。今日午後、経済団体との意見交換会がありまして、この補正予算もお示しをしながら、また状況を踏まえた今後の対応というものを検討する、さらには月曜日には市町村長の代表とも、そのような場を設けていきたいというふうに考えております。これまでもいろんな団体とのそういう意見交換をやってきたつもりではありますが、状況が時々刻々変化する中で、もっと密にそこをですね、汲み取って、そして必要な対策を打つ、そして必要なメッセージをですね、例えば、今回の補正予算にしても、これだけの膨大な内容でありますので、ある程度時間もかかる、また県議会の手続きもあるということではありますが、県民の皆さんが本当に日々、不安、苦しい思いをされている中で、少しでもそこをですね、県としてのより具体的な方向を示すことができなかったのかという反省はございます。それをしっかり受け止めてですね、今後対応してまいりたいと考えております。はい。時事通信社の松田です。はい。休業要請の、今回の休業要請が、今現時点だと、そこ24条に基づくものということなんですけれども、はい、実際に、じゃあ、人工店などが休業してくれるかどうかというのは事業者に委ねられていると思うんですが、今後もしお店を休業しないという場合になった
45条でも、事業者名の公表や、もしくはあの休業の指示っていうこともあり得るのかとかを教えてください。はい、ご指摘の通りでありまして、それに関する通知も昨日、国から届いたところであります。29条要請から45条要請になるときのいろんな手続き、考え方というのが示されたところであります。私どもとしてはこの24条空港に基づく協力要請でぜひご協力をお願いしたいというふうに考えておりますが、実際にその、要請に応じていただけるかどうか、いただいているかどうかというのは実地調査を行うこととしておりますので、そういう調査に基づき、もし残念ながら応じてもらえないのことがあれば、今言われたような次の手続きというものもですね、考えていく必要があろうと考えております。もう一点、今回の、休業要請で協力金の支給を検討しているということなんですけども、これは対象は実際に休業してもらった施設に対しての協力金なのか、もう業種全体として支給されるものなのか。あくまで協力をしていたところへの、まあ、奨励金といいますか、協力をお願いした立場からのものでありますので、協力していただいたところへの支給になるというふうに考えております。休業してもらったところで、はい、わかります。ありがとうございます。すみません。あ、はい。宮崎の人事部の事務所。休業要請の協力金についてなんですけど、はい、これは財源は国の臨時交付金を考えていらっしゃるんでしょうか。それを当てることができるというところは通知が来たところであります。我々もそれも含めてですね、よく財源も含めて整理をしたいと考えております。まあ、本件のですね、まあ、配分額が、まあ、限られている中でですね、こういった、まあ、協力金も使うと、補正予算も使うということで、非常にこういった限られた中で、補正予算の影響とか、予算不足とか、財源不足への懸念というのはあるでしょうか。はい、大変そこの財政の健全化を保つことも非常に重要な課題だというふうに思っておりますので、国からの必要な財源の確保に向けての努力も重ねていきたいと思っております。今随時全国知事会も国との意見交換を行っておりますが、全国知事会を通じて昨日も泉会長の方がですね、今1兆円の交付金ということでありますが、予備費の 1.5 兆も含めてさらにそれを増強してほしいという要望を地方として、まあ、届けているところであります。これだけ休業要請が全国的にも広がっている中で、国としてそこをやはり力強く後押しをしていただきたい、そこは切に願っているところであります。はい、事業新聞です。もう確認なんですけれども、まあ、知事の姿勢を撤回された理由としては、立憲の熊本とか大分とか鹿児島は、まあ、当時は休業要請をしないという立場だったと思うんですが、それが、まあ、今回は休業要請に踏み切ったと。そのことによってそのパチンコ客とか、まあ、その県外からの財源を誘客しかねない状況に見られなければならないと、はい、そしてそれに加えて、まあ、各種団体から休業要請の要望があったことで、まあ、今回立場を、まあ、転換されたということです、はい。もうここにそういうふうに書いてあると思います。はい、はい、宮地の坂本です。はい、今回の休業要請が、まあ、今後の10月から12月にある国分債、県分債への影響というのは、知事はどう、こう今現在で捉えていらっしゃいますでしょうか。今回の休業要請と直接国分債ということにはならないというふうに思いますが、ただ大事なことは、その感染を収束をさせていく本件も、それから全国的にも、それが大きな課題であるというふうに考えております。10月中旬以降のこの国分債、県分債、今、準備は進めておりますが、なんとしても、やはり公定期の時に高等学校総合文化祭、これをなんとか開催することで、我々元気が出ましたので、国分債、県分債をですね、そういう元気が出る、しかも、まあ、感染の収束がなった中で、全国から集客が見込まれるというのは、まあ、絶好の機会だというふうに思っておりますので、まあ、そのためにも、本件としてまた全国力を合わせてですね、早期の収束に取り組んでいきたいと考えております。はい、朝日新聞菊池と申します。はい、昨日県医師会ですとか、有業団体の方たちがこう、飲食業の方が、はい、陳情に来たかと思うんですけど、はい、それを踏まえた上で、その昨日の夜に、なんかこう、会議体から決められたのか、それとも知事ご自身で判断して決めたのかというあたりを教えていただ
最終的な決定は、まあ、夕方、まあ、県庁内部の、まあ、コアメンバー会といいますか、そういうような関係者の議論の中で決定をしたということであります。もちろんその前に私としての判断は、まあ、担当部長に伝えて、それを受けていろんな準備なり情報収集をした上で県庁組織として決めたということになります。はい、あの、やはり朝日新聞なんですけど、はい、このキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナックとか、まあ、こうしたものは、ね、例えば旅館とかホテルの中にあるようなものもあると思いますし、県外から人が来るとなると、やっぱり宿泊を中心にやってくると思うんですけれども、宿泊施設への休業要請というのはないわけは、それは考えていません、はい、でその宿泊施設の中にももちろんレストランもちょっとしたバーとか持っていると思うんです。そこについてはどうなんですか。そうですね、あのそこの線引きはよく実態を踏まえて、検討していきたいというふうに思っております。詳細はまた一覧で説明しますけれども、あの本日中にお出ししますが、まず前提として宿泊施設については、この特措法のいわゆる休業要請の対象には入っていません。あのホテル旅館とは書いてありますけれども、あくまで法令上は集会施設に限ると。だからホテル旅館等に対して法律の根拠に基づく休業要請をするものではないと。あくまでその集会スペースとかそういったものに限ってホテルであっても休業要請することができるという仕組みになっていまして、だどっちの意味でもそもそも予定もされてないし、そのホテルの中の会議スペースとかに対して宮崎県としても要請するわけではないというのは、まずちょっと前提としてお伝えした上で、ホテルの中にあるそういうバーとか施設については、また詳細にご説明しますけど、あくまでやっぱり我々としてはそういう施設に人が集まることが望ましくないという考えですので、対象に含める方向で、させていただきたいと思います。そのホテルといっても一概に全部を禁止する禁止しないという一括りの議論ではなくて、その中の機能に応じて要請等を行っていくという考え方ですということです。はい、今村経営の2月です。協力金の件なんですけれども、まあ、4月の25日明日から5月の6日までということで、はい、ある程度金額一律になるのが、その業種で、まあ、従業員の数が多い少ないだとか、そういったところもあると思うんですけど、そういった線引きでそのお店、その店舗によって金額が変わるのかどうかといったところと、もう一点、25日から5月の6日までの期間以前にや自主休業していた、まあ、店舗もあると思うんですけど、そういったところに対しての上乗せとかっていうお考えはあるんでしょうか。はい、他県の状況を見ましても、一つ目の質問でありますが、規模等に応じた金額の代償というのをあまり設けている状況ではないのかなというふうに思っております。ここまで協力に対する、まあ、奨励金というような整理であります。まあ、公団についても含めて、まあ、よくそこは今今後ですね、整理をしていきたいというふうに考えております。基本的には、まあ、一律同じ金額を支給するという考え方で、今はそういう方向で整理をしたいと思っております。先ほどもあったんですけど、はい、まあ、スナックバー等とかゲームセンター等っていうところがあって、非常にこう今の段階で明確ではないところもあるんですけども、ね、はい、非常にその直前になって、この、まあ、休業生するかないかという意味では、回収になるかどうかわからないと、混乱するんじゃないかという懸念もあるんですけど。失礼しました。はい、申し訳ございません。この場では、今現在進行形で、それぞれの団体に、要請、お話を相談をさせていただいておりますので、今ここで一覧表をお示しするということもあったんですが、そこを整理を相談といいますか、ある程度の作業をやったときに、今日中にはそこの一覧をお示しをいたします。あ、はい、おっしゃる通りでして、まず一番優先しないといけないのは、対象になる施設側に連絡をすることだと思っております。それについては、今その代表者を中心にしまして、今ローラー作戦でですね、しておりますし、またこの後事務的な記者レポをさせていただきますので、その中で具体的にお話をさせていただきます。はい、ちょっとやらせていただくとおっしゃらないんですけど、臨検がこう
休業要請を出して、その、まあ、外堀を埋められて、こう宮崎県も要請を出さざるを得ないという状況に、まあ、追い込まれてしまったようにも客観的には見えるんですけど、河野知事としては、その休業要請を出す判断が遅れたというお考えがあるかないかという点は、率直にどうお考えですか。今時点でのこの休業要請を行ったその、まあ、根拠なり背景というのは、県外からの往来というものを抑え込む仕組みが必要だと。その時に、まあ、この1行時とか2、3時の間に、まあ、他県がそういう休業要請をして、まあ、本県がそういうリスクに直面している、その判断のもとに休業要請というところを決断したということになります。まあ、もちろん別の判断、別の根拠により、もっと早めに要請をするということもあったかもしれませんが、そこについては先ほど申し上げましたように、経済への配慮というところも私なりの整理をする中でしないということを判断しておりました。はい、協力金の、予算が必要になってくるかと思うんですけど、それはどういうふうに承知を追加できますか。ありがとうございます。そこを含めて整理をしたいというふうに思っております。27日まで。そうですね、はい。まあ、そこはちょっと少しテクニカルな話になりますが、手続きですね。はい、テクニカルとおっしゃいますが、まあ、今もう目の前である状況としては、この協力金の予算については、来週行われる臨時議会で上がってくるという理解でよろしいんでしょうか。こうまあ、どういう整理をして、まあ、どれぐらいの規模になるかというところになってきますので、財政課でございます。まさに今日この要請の対象業種等々、まあ、県内にどれぐらいそういった事業者さんがいらっしゃるかというところも含めて今整理をしておりますし、この後詳細を福祉の方からご説明するということになりますけれども、それに伴いましてどれぐらいになっているかということはありますので、まずそこの部分を整理をして、で当然議会の方にどういう形でご説明をするということはありますので、そこはまだスケジュールには未定ということでございます。この体制を出しますと、まあ、追加条例というのがあったり、規定予算を活用したりというのはあるかもしれませんし、先決ですとか、まあ、予備費だというような制度的にはいろんな選択肢があろうかと思います。それを今の金額等を見据えながら、それからスケジュール感を踏まえて整理をする、まあ、そういうことになります。すいません、一点補足させていただければ、先ほどの対象業種についてなんですけども、これは資料がすいません、上限が分かりにくかった、訂正という意味も含めてお伝えさせていただきますと、今代表的な具体例でキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バーと書いてあるんですけども、これはその、先日国の要請、外出自粛要請を受けて、本県としても外出要請自粛要請をお願いした繁華街の接客を伴う飲食業等という意味ですので、そこはちょっともし報道していただく際にこれだとなんか分かりにくいということであれば、繰り返しますが、繁華街の接客を伴う飲食業等ということで、まあ、その中には例えば風俗関係ももちろん入りますし、その他いわゆるライブハウスとかですね、まあ、そういったものも含まれますが、詳細はまた後ほどの記者でご説明させていただきます。表現の形成というか、念のためのお伝えをさせていただきた次第です。いかがでしょうか。代表して私から言って、資料にもあるのですが、20万円の件でどうやったら受けられるんでしょうかっていうところが気になる人が多いと思うんですけど、どれくらい売上が落ちているともらえるのか、いつからどうやってもらえるのかっていうところがあるんですけど、はい。はい、財政課でございます。今日お配りしております資料の中で、資料4というカラーのものがあるかと思いますので、ちょっとこちらをご覧いただきたいと存じます。
ご質問のありました、まずどういった方が対象になられるのか、なるのかというところでございますが、2つ目の箱のところに事業の概要ございますけれども、対象者として次の条件を満たす小規模郵便事業者というのを、例示しております。令和2年1月、4月から4月のいずれかの月の売上が前年度比 75% 以上減少していること、また国の経済産業省で、今、これも国会審議中ですけれども、持続化給付金の申請を予定していることというところがこれ対象でございます。それからいつからというところでございますが、まさに予算案を今日議会に、諮っておりますので、議決後できるだけ速やかにこれを対応していきたいと思っておりますが、受付のスケジュールと詳細はまた追ってご案内するということになろうかと思います。もう一だけ、まさに期待している声は多いと思うんですけど、はい、こういったそのお金を活用しながら事業を続けて頑張ってくださいというところがあれば一言お願いします。そうですね、大変厳しい状況にある皆様、県としてさまざまな自粛をお願いする中でのそういう状況になったことというのを私としても重く受け止めて、こういう給付金を創設をしたということであります。今はしっかり耐える必要があるということでですね、県としてもそのための給付金を用意をしたところであります。いずれ収束を図った後に県内経済の復興を図っていく、その上で大きな地域の経済の元気につながっていくような業種というところをですね、しっかりとこういう形で支援をしていきたいというふうに考えております。幹事からは以上です。副社長お願いします。はい、20万の給付の、スケジュール、先ほどのお話では5月連休明け手元に現金が届くようにとおっしゃってたんですが、このあたりのスケジュール感をもう一度ちょっと教えていただきたい。実際に、すみません、難しいとは思うんですけど、連休もやっぱり大きな、多分長い連休ですよね。はいはい、そのあたりも含めてちょっと教えていただけたらと思います。財政課でございます。今おっしゃったように、まさに連休明けにお手元に現金が届くようにしたいということで、今準備を進めております。そういった意味では、連休中、休日がありますが、ここも商工団体、関係団体と連携をして、さらに知事から申し上げましたように、県の職員もそこに協力をして、要は休日ですけれども、相談を受け付けられるような体制を今、準備をしております。また、仮に議会で予算を4月30日に議決をいただくことになりましたら、もう5月1日からその給付に向けた周知ですとか、ご案内ですとか、受付をいつからやりますというのを早急にそこからも始められるよう、今、準備を進めているというところでございます。すいません、ね、はい、今回その90億円という、補正予算の規模になったかと思うんですけど、知事は前年からの災害が今はまだ終わっているというか、そういう状況ではない、先ほど通した対策が必要という、準備が必要というような趣旨のことをおっしゃっていました。今回この補正予算の90億円というのは、県内結構厳しい財政状況もあるかと思うんですけど、この規模感というのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。先ほど言いましたように、昨年の肉付け予算と比べても、ほぼ同じぐらいの90億、こういう臨時的な補正としてはかなり思い切った形での予算措置をしたというふうに考えております。ただこれで終わりではないということを強く認識しておりまして、大変厳しい財政状況でありますが、先ほど言いましたような国の交付金の積み増しを求めるなどですね、そういう財源調達にも努力をしながら、早期の収束に向けて、さっき1の矢2の矢という表現をしましたが、これで3の矢か4の矢か打つわけでありますが、さらに次もあるんだということを見据えながら、さっきもいろいろご指摘ありましたが、地域の実態ともよく、地域の声というのをよく踏まえてですね、さらに次に向けた準備もしていきたいというふうに考えております。はい、前半の小規模事業者事業給付金についてお伺いしたいんですが、はい、前年比 75% 以上減少してって書いてあるんですけども、国のですね、給付金が 50% 以上が、条件だったんです。それに準じるような形で 50% 以上に追加できなかったのかと、
非常にこう枠が狭いようなイメージがあるんですが、財政状況というところもありますが、本当に困っておられる方 75% というところでのですね、そういう減少された方の、つなぎ資金を支援をしていこうというところで、これとしては制度を仕組んだところであります。知事ご自身の方に補足をよろしいでしょうか。知事から申し上げましたように、国のこの持続化補助金の100万円というのが県内の事業者さんのお手元に届くのが5月の末とか、少しスケジュールがまだだいぶかかるというところがございます。でまさに中小の小規模事業者さんが大変困っておられるというところから、県としてはそこにできるだけ速やかに、現金をまずつなぎ資金としてお届けるという趣旨からこの措置を取っているものでございますので、当然国と連動した形ではあるんですが、届けるタイミングというところをまず重視しているというところもございますし、今知事から申し上げましたように、特に県内で小規模零細事業者が多ございますので、そこの方々が事業を続けていただけるようにこういった措置を取るということでございます。知事ご自身はですね、20万円という額については、どういう思いがあって、どう評価していらっしゃるのか。積算といいますか、この相場感としてはそこにありますというのは、家賃や光熱費、その固定費というのがお店を開けてない状況でも、かかるというところで、そこをなんとか継続のため、事業継続のためにはですね、国のこういう給付金が届く前に後押しをしたいと、そういう思いでございます。今後ですね、先ほど美濃屋さんにおっしゃったんですけども、こういった給付金を考えて、美濃屋さんの次の家主ですね、考えて、状況に応じてということでありますが、なかなか財政的には厳しいところに直面をするというふうに思っております。でもその中でも大きな決断をする必要というのがあるのかもしれません。そこはいろんなことをですね、想定をしながら、やはり大事なのは県民の生活を守るんだというところをですね、しっかりと後押しをできればというふうに思っております。そのためにも早くも収束をですね、なんとかして実現をしていきたいと思っています。はい、読売新聞です。補正予算の財源のところでご質問したいんですけれども、財政調整の基金から45億円取り付して繰り入れて、財源に充てられているということなんですが、イレギュラーな事態に備えた基金だと思うんですけれども、今現在残っていた60億余りから、その大半45億を今回繰り入れるという判断について、知事としてはどういう決断からその45億という額に至ったのかを聞いてよろしいでしょうか。本県としては財政状況大変厳しい中ではありますが、ここは今県民のですね、厳しい状況というものを踏まえて力強い手当を可能な限りですね、していきたいという思いでのこういう状況であります。今補正後は23億ということでありますが、平成22年10年前の公定期の時も大きな補正を打った後にやはり残ったのが20数億30億弱というようなところがありました。やはりそれだけですね、大きな被害、厳しい状況があるということでの組み込みであります。ただ、この中で国の交付金であったり、いろんな補助をですね、そこがその後与える可能性というのはありますので、財政的にはですね、そういったところをしっかりと財源を確保しながら、この基金には戻すといいますか、そういうことができればなというふうに思って、ちょっとテクニカルな話であります。広がっているという状況の中でですね、県としてはこういう思いで急病性をする、さらには補正予算ということでのしっかりと説明をしたい、
その思いを届けたいということで、説明をさせていただいたところであります。まだまだいろんな、ね、丁寧な説明を今後ともしていきたいというふうに思っておりますが、そのことを考えたら、昨日夜はほとんど寝れなかったですね。はい、まあまあ、健康管理はもちろん気をつけてまいりますが、はい、他いかがでしょうか。どうも、ありがとうございました。はい、失礼しました。